ノブヒョン対ニートさん。ノブヒョンさん、前回僕負けましたね。ノブヒョンの剣は強かった。強いっす強かった。塩辛さんどうすか。ノブヒョンさんは、ノブヒョンさん俺と調子本当にいい時で6俺が勝つぐらいで、基本負け越しますね。あ、まあ、でも剣つらいよね。はい、これはもうヤン使いの愚痴なんだけど、ただの剣はマジできつい。マジきついんだ。ワンチャンチュンリーよりもきつい疑惑が。まあでも本当に強いチュンリーがねいないんで、こっちには。俺は強いチュンリーでやってるから、チュンリーの方かなりきついけど、剣も同じぐらいきつい。さあ、あ、ニートさん、またユリアンですか。ユリアンですね。ユリアンですね。本当に多いですね。さあ、しかしユリアン戦は今日はでもマツケンさんも来てるからね。あ、そうですね、楽しみですね。ケンとユリアンとヤンの本当トップクラスのプレイヤーが、俺はすごい嬉しいです。ヤンはね、そうだ、ブロさんがいるからね。いや、ロシヒカリさんもいるやめてあげてくださいロシヒカリ神ですからね、ヤン使いなので。そんなバカな。さあ、美味しいのが入って、1ラウンド目取るはニートさんのユリアン。さあ、開幕 EX8 から、かなり押してる。くだらない話してたらすげえ一方的だ。そうですね。さあ、中盤置いてヘッドに投げ、怪しい。さあ、大パン、このね、対空大パンが本当にノムヒョンはうまいっすね。うまいっす。キャラタイプってかっこいいっすね。サードをね、返す。さあ、欲望のタックルからひたすらスピアを張っていく。何狙いのスピアか。ああ、重ねた。さあ、切り返したいノムヒョン。さあ、ブロから張っていく。いけるか。いけなかった。中盤から、さあ、しっかり壁が剣を避けた。ブロッタが良かったですね、甘いにならなくて。ちょっと見えてなかったです。ファイナルラウンド、ゴー。さあ、ファイナルラウンドもつれる。また投げる。テリブルからヘッドは見えてますよと。さあ、この距離 EX で打ち取ってる。すごいな、超強気。さあ、バックステからヘッドかタックルが出なかったか。ゲージがほとんど EX に回ってますね。そうですね。さあ、いい逃げティア。さあ、中足から陣内出なかった。あー、中盤張ってたんですけど、中盤に刺さっちゃった。さあ、 EX 波動どうする。ノムヒョン、これはいけるか。テリブルが見えない。政権交代ですね、これはもう。政権交代そうだね。続きまして KNT さんのヒューゴーと富士山のオロ。オロヒューゴ、オロヒューゴ、かなりレアな組み合わせ。パッと見はやっぱりヒューゴ辛そうだよね。多分超辛いんじゃないですかね。田中さんとか行かないのよくわかんないし。田中さんは携帯を見ているのに忙しそうですね、はい、オロはなんか本当にオロのことがわからない。わからない。ヒューゴ戦はなんか弾でもいけそうな気もします。あ、でも去年ダーティーと俺組んでたけど、わさびさんに負けてすげえごめんって言ってたから、多分オロがかなり有利なはず。あ、なるほどなるほど。さあ、空投げから発動していく。今のはガフか。きついな。気づけばあっという間に。さあ、このめくりふみふみが本当にうまいですね、さっきから富士山。これはしんどいな。さあ、空対空も制して、地上戦も制して、飛び込みでも制して富士山の流れ。
さあ、これは熱い。あれ、メガトゥンだ。メガトゥン、俺今気づきました。俺も今気づいた、ごめんなさい見てないな、俺ガープシャワーちょっと失敗かな、今は。さあ、リープからメガトン入ってワンチャン掴みたい。さあ、パムパムミートから見えていた。中段、あの中継もね、マジで見えない。あれは見えないよね。ヒューゴはしょうがないよ。アレックス、アレックスさんのユリアンと、ちょっとさんのイブキ先生、アレックス先生の番ですよ。どうぞ。なんか今日はイブキ対ユリアン多いっすね。イブキユリアン多いっすね。さあ、これ3本目なんでね、これでなんとなくどっちよりかはっきりするんじゃないでしょうか。見た目的にかなり変態的な感じですよね。はい、お互いかなり変態的なプレイヤー。ユリアンがやっぱタチコパン超きついから笑えないんだよね、これね。ちょっとさんもかなりあのキャラ体とか突き詰めていくと狂った方向に考えが走る系の人なんで。ああ、そうなんだ。やばいっす。まあ、相手のユリアも狂ってるけど、だいぶそうですね、有名な、有名な、本当に有名です。さあ、ちょっとお互い距離を取っていって画面端まで追い詰める。チョントさん、ヘッドで暴れてから投げる。これを狙っていたとばかり張っていく。中段は見なかった。さあ、中継から今のはミス、タックルミス。タックルミスったね。さあ、この微妙な距離感、ワンチャン掴む。投げが強い、投げが強い。1ラウンド目取るわ、アレクさん。中足。さあ、打って変わって画面端に追い詰めるアレクス。さあ、タックルから発動していってからのガード不能連携、投げていく。さあ、一矢報いたい。ちょっといぶき、すかし投げ、ゼロドットからタックルで。アレクさん、紋章をぶろったのに中パンで生殺しでしたか大パンでいいだろ、なんてことすんだろ。続きまして、マヨンさん兼対、関和さんのユリアン。またユリアンですね。2試合、いや、まあ、3試合に2試合はユリアンが出てる感じです、ね、ユリアンがいっぱい、ふんどしがいっぱいですね。ふんどしがいっぱいとか言っとけば、なんかニコニコの市場にふんどしとか出ないから、またふんどし、あの購入者が 2,3 人いるのが面白かったですね。さすが、やっぱ今日ちょっと俺がアレックスを呼んだけど、おっと、ユピテルですよ。呼んだらいっぱい、え、ユピテル、あれ、ユピテルじゃない、3、塩辛さん、嘘ついた、つまりますね、なんかユピテルで終わったように見えたんですよ塩辛さんが嘘つきました。さあ、下風呂から投げて、もう一度投げて、テリブル見えない。さあ、ウエスピアが当たってしまって、投げてからの拾いはなかったが、さあ、これはせっかくさんペース、いい感じ。下段をとにかくブロル、1ラウンド目取るわ、せっかくさん。ダッシュから投げ、しっかりグラップして、中足からここで痛恨のおもらし。さあ、ダッシュ投げ、さあ、肘をガードするも、お釣りがコパン。さあ、張ってからガード不能はミスって、前足、もう一度投げ。さあ、下風呂から投げ、さあ、すかし昇竜EX 竜巻、めくったも続くか、ちょっと押してきてるかな。そうですね、いい感じで、うん、若干流れがマヨンさんのペース。ジョンゾン、さあ、5番で落としてから投げ、取り返すマヨン。そこはやっぱ昇竜とかにしとくと辛いですね。あ、そうです、マンプラ昇竜はやっぱ強い。さあ、台形と食らってしまう。何人来だ今のは。さあ、中足から人来、さあ、めくりから投げは硬直中でしたね。
張っていく、前足スピアから贅沢に張っていく、さあテリブル、テリブル、さすがに食らわないよとしっかり立っていましたが、今度はテリブル臭かった投げからのサイズキックで RX キック入った、せっかさんのユリアンが2回戦進出。おこれ1回戦一番注目の、注目のメインカードですね、本当にこれ俺ちょっと楽しみだった、あの2代目千葉王対3代目千葉王の、え、どっち2代目2代目、井野さんが2代目か3代目だから初代は牛鍋さん、牛鍋さん俺今日来るかと思ったけど来なかった、牛鍋さんでしたね、そういうの懐かしいな。スーピーガワマツケさん、千葉王対決第3回千葉王、スーピー側が第2回千葉王、ピノさんですね、そうですね、実況ですっかり有名人の最速でピノ実況ってついてて、なんかおすごいなっていや、されてるされてる、うめえなっていうコメントがいっぱい流れてるしかしすげえな、本当に見物の組み合わせですよ、マツケンは強いよ、画面端からアッパー、追い打ちアスカルもさあ強気の前風呂、これがピノさん、ちょっとミスが目立つけど投げていく、さあ中足から角刃を見せて出す、無駄無駄じゃねえかよどういうことだこれ、さあ歩いて投げ、中足から確認処理、押してる、コワコワから、下手くそ痛恨のおもらしい、1ラウンド取って立ち上がって歓喜するピノさん、マツケンさん大丈夫ですか、ちょっとお互いミスが多すぎるね、そうですね、らしくない、まあ、注目とか言わない方が良かったんですかさあ投げすかしてからの中足信頼、これがいつものマツケンさん、大パン確認、今のはいやどうかな、確信だと思う、さあ昇竜対空で2ラウンド目はあっという間にマツケンさん、ゲージもすごい溜まってる、6本ぐらい、さあファイナルラウンド、お互いゲージ状況はかなりいい感じ、さあまた昇竜、昇竜早当てが振られないな、あれさあ中盤から回してたら出なかった、さあ画面端攻めていく、ペースをつかめるか、中盤からちょっと遅かった、さあスネークから投げていく、危なかった、読み勝ったけど投げられない、さあ中足から陣内回してきた、コアコパ昇竜、コアコパ昇竜が波動にかけてそれじゃないぞ、からの置き攻め投げていく、コアシからスネーク入って、ピノさんとネクロが同じタイミングでハイジャンプと、なんとマツケンさん、アロハさんだけど来てる、アロハさん、アロハさんいらっしゃいますか、アロハさん、アロハさん来てないそうです、まあどうせ来てねえよ、じゃあ、飛ばさないマグさん不戦勝で、だマグさんと中田さんのがあれもう実質1回戦だった的な感じでね、そうですね、うん、マジあのね人騒がせな人がいますね、まあ2回戦やってって最後にやっちゃうっていうのもいいけど、やっちゃう、まあとりあえず2回戦行ってきますか、その間にアロハさんが来てくれたらアロハさんも謝ったらいいよと、謝ったらいいよ、それでは2回戦行きます、フロさんのヤン対田中さんのヒューゴ、これどうすか、ヤンヒューゴ、田中さんがね超ヤンユンヤン戦がうまいんですよ、そうなんだよね、ユンヤン、ヤンはやだ、ヤンはやだ、ヤンはやだ、僕の方見て嫌ですって嬉しそうに言ってますねこれでもねヤン側もすごい嫌なんだよこの組み合わせ、ま、一発で持ってかれる量が半端じゃないから、そうなんですよ、攻めるときすごい神経減るんだよね、技一発一発がちょっとピリッときますよね、出すとき
通常技もやっぱなんか判定向こうの方が強くて、うん、特に中盤関係が強くて、さあこれ、さあこうなると中央がちょっとして大変いっぱい飛んできた。凄まじい、なんかね、無限を描いてましたヤンが。大激震が。さあ中盤ブロってから中足は遠かったか。でもキューゴはこっから勝てるんだよね。そう、ワンチャンを引けるか。あーやばいかも。さあ雷撃雷撃雷撃がきついぞこれ。あれはガード不能になるんですか。なってるね。ブロっても空中だからね。あちょっと反撃しても安いのしかないっていうのは多分いいんだと思う。あれそんな高くないけどね。始まるか。始まらなそう。さあこれはここはギガスターも来たからね。ずっとプロさんのターン今のところ。さあ美味しい飛び込みからちょっとコンボミスってしまったが、ガスが溜まってるとヤンも結構硬くなる。さあとにかく精を貯めたい。ここでもう一丁。さあきついぞこれは。きついこれは。きつい。さあユンのような対空から投げていって終始フロヤンがどんまい。田中さんどんまい。押し付け続けて。アロハさんは無理そうですね。アロハさんからのメール、千葉だわ。今千葉だわ。無理かな、ね、残念でした。アロハさんよかった、チュンリー来なかったぞ。さあ、2回戦第2試合いきます。ヘボリュさんの竜対、ワイユリアン。さあY さん、竜はマグさんとやってそうだから、そうですね、慣れてそうだよね。ただ、マグさんにはマジで勝てないんで、ワイは。そうなの？マグさん？ただ、現役の対処法を見た限り、ややマグさん寄りな、なそのワイさんオーラを感じましたけどね、攻めるようなさんは。頑張って、ワイさん。さあ大パンタイク通常波動。さあこれ地味に効くぞ。そうだね、波動やっぱり強いね。竜の波動は強い。さあ灼熱、ここで惜しみないゲージ放出。大パンから中パンタックルから張っていくも今の昇竜か。さあ灼熱跳ね返って、投げていく仮面端きついぞこれは。大パンブロって怪しい。素晴らしかったです。さあ開幕膝投げていく、ここで張っていって大きい攻め下ブロ。ゴミ勝っちゃった。さあユリアン戦知ってる感じですよこれは。さあパーなしたが肘が入らなかったが、全然ユリアン的には状況は悪くはないが、悪くはないが良くもない、良くもない、何も変わってないぞこれ。さあダッシュ大パン、すごい。ジョージアサンバルでしゃべっちゃった。レベルが高いってこれ。さあいいの入ってしっかりコンボも決めて。いやなんかあんなに灼熱灼熱って言われるとね、ちょっともっと埼玉勢的にはやっぱ波動拳邪魔だね。そうですね、かなり辛そうですねこれは。さあ EX からいい反撃。ああー安かった安かった。しっかり今度は下段、さっき全立ちしてて今度全しゃがみですよ。ちゃんとガードしてるね。大パンから着地に投げ、波動をジャンプでくぐってようやく技が刺さるもん。波動拳、波動拳、この距離はきついぞ。中足からさあ攻めるなら灼熱がない今だが、くぐってから投げて、レボリューさんが準決勝、まあ、ブロック決勝進出。
続きまして B ブロック、ロシヒカリさん対富永さん。やばい。はい、帰ってまいりました。はい、まあ、誠でダブル吹き上げ安定の富永さんと、ね、あの正第一人者の攻撃準優勝経験もあるロシヒカリさん、かわいい。どっちがかわいいですかね。何がですか。いや、何でもないです。さあ、ヤンセン元さ、まあ、あの三村君が言うにはね、ヤンセンはね、もう最近はトサ安定になってるらしくて、いや、ぶっちゃけあいつね、なんでもトサでいいような気がする。いや、さすがにチュンリ戦とかは聖地、いや、いろいろ使ってるって言ってたよ。とりあえず、トサを盾にして後ろに下がってる感じですかね。寄ってきたところでこっち怖いよみたいな。多分誠のヤン対策はもうヤンの飛びに対してどう処理するかっていうのが一番大事で、はい、でなおかつ地上戦で技も振っていかないとこんな感じで押し込まれていっちゃ う, っていう。ああ、端まで行って、さあ、でこの方正切りから投げ返して、っとこれやばいんじゃない。おろし、はい、チョッピング。おろしの発生はこれ12フレでダートと一緒で、まあ、ワンチャン見えないことはないんじゃないかっていうのがあるけど、おろし切った瞬間12割に身が低いから歩いてる12割でしょ。はい、あー、いいのが入って、あ、起きてね、いい間合い、から通ろう。でもここから気抜いたら一瞬で死んじゃいますからね。バラクサからの、さあ、さあ、相手はやんだが、ここでも狙いに行く、やりやがる、楽しい、ピンポンパン、あっという間に逆転ですよ、あんなに丁寧にやったのに。さあ、これがやんまこと、さあ、ここで発動していって勝負どころですか。中足からハイホイ、小足からハイホイハイホイとコンボ完走するも死なない。あーはー、さっきの風呂みたいですね。トリキュラーだけやっぱ何、自力の差ですかね、自力が出ますね。これは素晴らしい。中足から EX、 さあ着地に中足捕まえましたね。裏行っちゃった、走っちゃったけど捕まえましたね。さあ、正でもゲージを使っていかないといけないのですが、いいのが入ってから、これドキドキですよ。さあ、この安定感、さあ、ちょっと安かったけど、むしろそこ安定しねえのかよって、あー、下ろした、 X 下ろし。さあ、富永さんの誠がダメージ勝ち、かわいい、いやきついな。お疲れ様でした。やっぱりあのダブル吹き上げ安定の誠は本当にきついっすね。投げが少なかったです。ダメだな。あ、やっぱ画面端攻めるときに通常投げ回せないのはまずいっすね。すげえ参考になります、はい、ニートさん、はい、続いてニートさん、ユリアン対富士山オロ。いや、ユリアン、ユリアン本当多いな。さあ、ユリアンオロ、悔しい。今日はね、いろんなユリアン戦が見れて、ユリアン使いの方はそうだね、とても見てて面白いんじゃないですか。完全にユリアン動画になりそうだ。ユリアンの数を数える分、オロは石ですね、選択。6ユリアンですか。6リアン、6リアンですか。さあ、オロとユリアン、お互いかなりいい筋肉してるキャラですね。これもちょっと分かりにくいけど、アッパからふみふみ、どうしよう。さあ、落としてから弾発動に EX サクル、がしかし、あー、うまいアドリブ。さあ、24ヒット投げていく、この当て投げがね、さっきから藤さんめちゃめちゃ調子いい。食らっちゃうよね、あれ。さあ、いい爆して。すかし下段。きつそうだな。下段。近づけないユリアン。ゲージも半分回収してます。危ない。さあ、EX タックルで強く。さあ、中盤から、これは発動していく。おー、ナイスブロー。しかし、これは、あ、スタンルートかと思いきや、
投げていってパンチがでもやばいなこれ。パンチがやばい。あ、すごいの入った。おいしいの入った。うーん、歩いていく。さあスピアから飛び込みからピヨって大ゲー。富士山のオロ強いですね。富士山うまいな。次 C ブロック2回戦、RX さん対せっかちさん、ユーリアン同キャラ。ユーリアンがついに潰し合いを始めた。さあさっきのせっかちさんのマヨン戦を見て、マヨン